ナーベレジヌイエチェルヌイ市電は、ロシア連邦、タタールスタン共和国の都市であるナーベレジヌイエチェルヌイに存在する路面電車。2020年現在は、エレクトロトランスポートによって運営されている。1973年10月8日に開通したナーベレジヌイエチェルヌイ市内の路面電車路線。1970年から市内の電化公共交通の計画が始まり、 当初はトロリーバスを建設する案も提出されたが、需要の多さや、今後の都市の発達を見据え路面電車に決定した、経歴を持つ。また開通に先立つ1972年12月30日には、試運転が実施され成功裏に終わっている。ソビエート連邦時代は、積極的な路線延伸が実施され、1990年時点で、6系統を有する。 路線網が築かれていた。ソビート連邦の崩壊以降は、経済の混乱や、それによって生じた予算不足が、路面電車の運営にも影響を及ぼしたが、2000年代以降は一時、凍結されていた延伸計画が再度動き出し、2006年12月15日、2008年10月8日、2014年12月12日に、新しい路線が開通している。 ソ連崩壊以降、2013年まで、ナーベレジヌイエチェルヌイに本社を置く公開株式会社のカマーズが、ナーベレジヌイエチェルヌイ市電の運営も担当していたが、今後の延伸や近代化における資金調達の円滑化を目的として、同年以降ナーベレジヌイエチェルヌイ市の完全子会社であるエレクトロトランスポートへ一貫されている。2019年5月1日以降、 ナーベレジヌイエチルヌイ市電では以下の12系統が設定されている。運賃は1回の乗車につき22ルーブルで1200ルーブルの月額乗車券も展開されているほか、路線バスでも使用可能な非接触式 IC カードを用いた場合は20ルーブルへの値下げが行われる。ナーベレジヌイエチルヌイ市電では開通以来継続してウスチカタフスキー車両製造工場製の 路面電車車両が導入されている。2020年時点で、ナーベジェヌイレチェルヌイシデンで使用されている営業用車両は以下の通りである。また、これら以外に事業用車両や除雪車も在籍する。ありがとうございます。